皆さんお元気ですか?」「菅野直樹です出前牧師菅チャンネル」にようこそようこそようこそどうぞお入りください心温まる時間を持ちたいと思います本日11月2日月曜日神に聞き従う人生という題でお話をしたいと思います 神様の愛というのは裁きの時に一番輝くものですそれは夜空に星が輝くようなものですしかし私に聞き従う者は安全に住まい災いを恐れることなく安らかである信玄一章三十三節に書かれています神の愛は砂漠の中のオアシスのようにいやかゆいところに手が届くようなありがたいものですだからの愛は グッドニュースなんです福音というのは祝福の温赦手紙良いお知らせなんです神は偶像礼拝をやめようとしないイスラエルに怒りを下し裁きを執行させました天が閉ざされ雨は降らない川も枯れる飢餓になってです、ね、もう死活問題ですしかし神に聞き従った 預言者エリアのために一つの川だけ残されましたエリアはその水を飲みましたまた不思議なことが起こったんですね人の食べ物を奪っていくはずのカー、カー、カーあのカラスがですね、奪っていくどころかね、エリアに持ってきてくれるえー、神がカラスに命じられた 列王記第一十七の四私はカラスにそこであなたに養うように命じたっていやーカラスも言うこと聞くんですね列王記第一十七の六幾若のカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んできまた夕方になるとパンと肉とを運んできた彼はその川から水を飲んだ皆さんこれは神の裁きに対する愛なんです 神言一致の三十三しかし私に聞き従う者は安全に住まい災いを恐れることなく安らかである皆さんさらにエリア一人が救われただけじゃないんですよオバデアを通してイゼベル王女がですね主の預言者を殺そうとした時にアハブ王に内緒で100人の預言者を50人ずつ洞窟にかまってパンと水で 養ったんですね今日あなたは神に従って生きてるでしょうかあなたは安全に住まい災いを恐れることなく安全に生きられるそう固く信じてください戦争や疫病地震の噂を聞いてもどんな試練がやってきてもあなたは安全だ恐れるな平安で過ごすんだだから聖書は365回恐れるな 1>, 1年毎日1回ずつそうあなたに語っているんです神と共に私たちはこの救い主に頼りながら守られるそんな人生を共に過ごしていこうじゃないでしょうか主の前にひざまずき主の前 賛美ささめるあなたはとこしえに私の神最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうグッドボタンやチャンネル登録も忘れないでくださいそれではごきげんよう さよなら。